はい、こんばんは、ポインちゃん、おはようございます。500m 先、右方向、有料道路、入り口です。ということで、およそ 300m 先、右折専用車線に注意してください。その先、右方向、有料道路、入り口です。その王子してますね、津田の交差点。いつも渋滞してるんですよ。右折分離っていう信号にしようと今してるみたいですね。昔は違うかって言うんですけど、307号線との分離ですね。そしてここの交差点は今は上下線で、国道1号線のですね、上下線で完全に時間帯を分離してるっていうことですね。3方向、こっちは B 金、直進、左折、右折を、こっちが先か後か知らないですけど、通して、次に向こう側から、京都から大阪に向かう方の1号線、多分あっちに、京都から大阪に向かう1号線先に、3方向同時に通して、次に同時に通すと、右折車を、次に京都方面に向かう国道1号を同時に通して、その後に最後に307号線を、今同時に通してから右折、右矢印の信号を出して終わりって感じですね。といった感じなんですが、右折分離式って言って、もう上下線、国道1号上下線はとりあえず直進だけ先まっすぐ進めましょうと言って両側進みます。その後一旦直進車止めて右折車だけを進めるといった右折分離制御っていう制御にですね、おそらく変えようとしているところですね。去年か一昨年くらいからですね、この信号機自体は設置されていたんですけれども、ようやくですね、この制御、右折分離制御を実装できるようですね。あと、そうそう、こっちが青になりますね。ということで、もうこの信号の青信号、見納めですね。で、あっちの左側にある薄い歩行者信号、特別カラーですね。通常、大阪府内で特別カラーって入れることがまずないので、珍しい、大変珍しい仕様と言えますね。そしてここまっすぐ行って右方向で高速入り口ですかね。あんまり死にしやがらないな。枚方東から高速に入っていきたいと思います。まあ、こんなところにも信号あったんだ。京都府っぽいな。まだ大阪なのかな。ということでそのまま入ってますが、こっちの方はまだ新しいというか古いですね。情報入り口上のまま入り口がない。まもなく発見所です。その先本線に合流します。初めて大入りました。この先本線に合流します。その先1キロ先、運転を左方向です。京都内パーキングエリア通過します。
ンビーチ、ここも延伸の予定でジャンクション的な構造になっているんですよ。京都南ジャンクションを考えてみて、右方向です。
大石神社前を右方向です。その先目的地付近です。右方向です。目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。ということで、終わりです。ご視聴ありがとうございました。